はーい、メダ家族どやす、いつもご視聴誠にありがとうございます。むちゃくちゃ暑い、朝9時なんですけど、むちゃくちゃ暑い。もうね、ハウスの中30度軽く超えてます。はい、今日から鳥取県の方ね、26度か7度ぐらいになって、明日29度ぐらいまでね、上がるらしいんですよ。これ太平洋側とかね、どうだ、まあ、四国とか九州とか、例えばまあ岡山広島あたりだともっと気温がね高いはずなんですよ。うん、だからもうね、今日ぐらいからね、ほんと気をつけてほしいですけど、まあ動画はね、今日の夜になっちゃうのかな、うん、なっちゃうんですよだからもう明日だ、明日ほんと気をつけてください。本当にもうこれはね、うん、何をまず気をつけることあるのか、まずね、ビニールハウスをね管理してる方はまあ大体ね分かってると思うんですけど、ビニールハウス今年から、夏今年からだよっていうね、例えば誰だ、五郷くん、五色の五郷くんもね、多分ねそろそろビニールハウス建つんじゃないかと思うんですよ。なんで今の時期建てたんだろうね、やっぱ梅雨前に建てたかったのかな、うん、それはまあありかなと思うけど、むちゃくちゃねこれ暑くなるんですよ。だからこのビニールハウスの中っていうのは遮光ネットしないと本当にねえらいことになるんですよ、うん、もう40度50度とかね、もうバーンっていっちゃいますからね、締め切ってたら。だからもう開けっぱなし、ずっと開けっぱなし、夜もねもう開けっぱなししてます。うん、これはもうどうしようもできん本当暑いから、今年はねちょっとねやめようかなってね、今ビニールハウスの飼育ちょっとねやめるかもしれない、縮小か、または本当にやめると思う。なんでかっていうと、もう遮光ネットするでしょ、遮光ネットするとそのまあ白ならまあいいんだけど、白なら結構いいんだけど、その黒のね遮光ネットだから、これがね紫外線完全にこう止める、で気温は上がるみたいな感じになってくるんですよ。うん、黒はねちょっとあんま良くない、うん、あんまっていうか結構一番遮光ネットの中では良くないらしい。でこれね病気になるんですよ、ほんとこれ実際ね調子悪くなっちゃって卵を産まなくなったりとか、結構ねいろんなことをこうね誘発してくるんですよ。だからもう手間がねかかってくる。うん、だったらもう外に出してしまった方が楽じゃないかっていうね、今年の方針。だから種親とかも本当ね調子悪くなったらねがっかりですよ、ほんと卵産まなくなるから。もう今すごい暑いもん、むちゃくちゃ暑いもん、開けてて暑いもん、サイドも上げて暑いもん、本当に。上もねちょっと開けてるんですよ、あっちの方とか開けてるけど扇風機かけて手も暑い。もうエアレーション止めたら即死にですよ、ほんと。今止めてるけど、すぐつけないといけない。もう、本当に、もう20度超えてるから、水温が。それぐらいね、きついんですよ。だから、そこをね、まず気をつけてほしいのが、この暑さのね、対策。ビニールハウス持ってる人ね。はい。あとね、これ、結構ね、去年2回ぐらいやっちゃったんだけど、もう、水槽が多いから管理が結局ねあんまりねこうまあ大体放置なんだけど、ちょっとね詰めすぎの飼育、これで結構この底の方におでっていうかな溜まってて、それがねガスになっちゃう、で一瞬で死んじゃうんですよ。これ水温上がってくるとボーンってもういっちゃいますからね、本当に2時間ぐらいで多分死ぬ、2、3時間で死んじゃうかな。うん、状況によっては。それぐらいね、酸欠になっちゃうんでね、もうほんと怖いですよ。これもね、気をつけてほしいです。だからもう、この暑くなるぞっていう時はね、ほんとそこに溜めないようにして、今年すごい俺、気をつけて今、やってます。それで、取ったりとか、あとはまあ、全蓋だよね。全蓋して。で、俺の場合はもう、水槽を極力洗わない。そこにね、バクテリアがついてるんですよ。底とか横とかね、壁面とかね、ついてて、これがね、やっぱね、ものすごい有効なんですよね。あとね、もうこれね、もう一
個のこうもう一本作ってもよかったんだけど、これだけでこれもう言っちゃいますけど、エアレーションはねした方がいいです。エアレーションは外でもなるべくした方がいい。それなぜかというと、これ酸素がブクブクって出るから、それで酸欠を抑えるとかじゃないんですよ。まあその意味も大体まあちょっとは合っとるけど、一番はやっぱ水流をね作るんですよ。水流を作る、うん、水流を作ることによって水温が上がった時に酸素濃度がそこの方は低いんですよね。で上の方は高い。それでメダカとかはこう、まあ魚類はこう大体ねこう上に上がってきてパクパクやるじゃないですか。それね、水流作ってやってね、このまあ溶けてないんでね、それをねこう循環させる酸素。あとねこの空気が必要なバクテリアっているんですよね、浄化するのに。まあ、簡単に言うと、それの作用ですごい水質の悪化を若干遅らせることができるっていうメリットがあります。はい。まああとはね、詳しいことはまあなんか調べて言ってください。なのでまあまあ何個か言いましたけど、この水温が急にね今上がってくる今だからこう伝えようかなと思って、今日はそういう動画にしました。もう字幕ももしかしたら入れてないかもしれない、今ね撮ってる最中なんでわかんないですけど、うん、まあ伝えたいことそれぐらいかな。あとね、ミジンコが結構ね増えないってね聞くんですよ。それはね何が原因かなって、ちょっとね見ないとわかんないんだけど、なるべく水量の多い容器をボンボンボンとね、環境の違うところに置いてください。家の周りだったらちょっと日陰とか、ちょっと日が当たるとことかで、いろんなねとこを置いて、そこにミジンコをちょっとずつ入れる。で増えたらそこでね、一番増えるようなとこにちょっと多めに置いとく。ただ全部は置かない。何かあってそこが全滅した時にもう一回最初からになっちゃうから。だからそういう面でもね、うん、ミジンコ飼育っていうのはいろんなところに分散して、でいろんなそこの場所に合った飼い方っていうのが多分あると思うんで、例えばエビオス入れたりとか PSB 入れたりとか、まあ俺の場合はメダカの飼育水使うんだけど、それで十分俺の場合はね。だけど他の場所ではちょっともしかしたら違うかもしれない。乾燥鶏糞とかね、いろいろねありますんで、そういうのもねいろいろねやってみてくださいよね。はい、いいですか。ちょっとね駆け足で行っちゃいましたけど、今日はもうちょっと、うん、暑くて暑くてなんですよこれ。暑くてねこういう感じになっちゃってるんだけど、はい、じゃあいいですか、いいですか。じゃあこの辺でドロンします。メダ家族ドエシタピオイオン、むちゃ暑い、熱中症になるぞ今日。